はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうすいこです。それでは今回なんですけども、Visa LINPEE クレジットカードが届いたら設定しておくこと、両前に知っておきたい今だけの最大2000円分お得な使い方を解説ということで、ついに僕の手元にやってきました。Visa LINPEE クレジットカードですね。手続きから思ったより早く届きまして、今回はその Visa l i n p e e クレジットカードが届いてからしなければいけない設定ですとか、今だけのちょっとしたお得な使い方もありますので、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 ま、ちょっと本題に入る前に一言ですね。以前ですね、LINE ポイントクラブということで、LINE Pay が5月の1日からガラッとちょっとしたボーナスの仕組みとかが変わります。ま、それについて解説した動画がありますので、まだそれを見られてない方はぜひこちらを見てください。それでは早速本題の方に行きたいと思うんですが、ついにですね、僕の手元に届きました、Visa LINE Pay クレジットカードですね。今回ですね、カラーが2つ選ぶことができまして、ま、オリンピックカラーということで、青と赤選ぶことができたんですが、僕は今回この赤を選ぶことができました。 選びました一応ですね、他の色も選ぶことはできるんですけども、それはなんか6月以降ということだったので、まあ早く欲しいという僕からしたらもう今回こちらの色を選びましたね。まあ少しだけカードを見ていこうと思うんですけども、今回の LINEPayVisa クレジットカードには、この IC カードが入っているということですね。なのでまあ、決済するときにサインなどが不要となります。そして右上のところに Visa のロゴとオリンピック東京2020のマークが入っているということになります。 あとはなんといってもこちらですね。今のクレジットカードのトレンドになりつつあるこのタッチ決済のマークですね。扇形のマークが入っているので、まあ、タッチ決済可能な店舗、例えばローソンであったりとかマクドナルド、スキヤとかでもこれをかざしたら、決済ができるということになります。ちなみにカードの少し黒くなっている部分に関しては、ここは名前が入っているようになってます。次に裏面見ていこうと思うんですが、ご覧の感じですね。まあ、結構至ってシンプルな裏面となっております。 で、この部分には、セキュリティコードと、そして名前を入れるところ、サインですね、を書くところがあります。と、クレジットカード番号、そして、有効金が入ってるということなんですが、このカードですね、トータルで見て気づいたんですけども、まあ、これちょっとツイッターでも話題になってたんですが、まあ、あの、LINEPay とかの LINE のロゴが全然入ってないんですよね。なので、最初カードが届いた時に、あれこれ何なんだろうっていう風に、最初いろいろ見たんですけども、これなんかもともとデフォルトらしいですね。ま、あそれはそれで、ま、あシンプルでかっこいいなと思ったんですけども、 他ににいうようよなのが欲しかったですね個人的にはあと、同封されてたのはご覧の説明書みたいなものですね。まあ、カードの登録方法であったりとか、カードについての解説がちょっと書いていると。まあだ、あとはこれ以外の三井住友カードに関する説明書みたいなものが同封されておりました。そしたら今回お題でもある、届いたら必ずやることということで、僕なりに簡単にまとめさせていただきました。それがまずこちらなんですけども、LINEPay アカウントに登録ということで、まずですね、これを第一にやっていただきたいと思います。 これですね、やっていただく理由は結構シンプルなんですけども、LINE Pay a c c o に登録しなかった場合ですね、 普通に決済は l i n e p a y VISA c r e カードで決済はできるんですけども、もし登録しなかった場合、LINE のポイントが付与されないんですよね。なので、必ず届いたら l i n e p a y VISA c r e カードを l i n e p a y のアカウントに登録を行ってください。で、早速やり方解説したいと思うんですけども、今ご覧のように、この同封されていました説明書の右側のところに、今すぐ登録というところに QR コードがあるので、これをご自身のスマートフォンでかざして QR コードを読み取ってください。そうすると、 カード登録をする画面に切り替わるので、ここでご自身の Visa ンペ n クレジットカードの情報をこの中に入力をしていきます。で、一番上にカードスキャンがあるんですけども、これちょっとあまりうまくいかないっていう場合があるので、まあうまくいかない場合はもう手入力で入力ちゃちゃっとしてみてください。で、うまく入力が終わってカード登録を実際に行うと、こんなポップアップが出てきます。次の画面でカード認証を行ってください。カード認証を行うために1円が請求されますが、すぐにキャンセルされますと出るので、ここで確認をタップします。 次にご覧のようなカード認証の画面に切り替わります。で、この時なんですけども、ここにパスワードを入力するところが出てきます。で、ここで僕はもう三井住友カードを持っているので、まあ、VPASS アプリのログインのパスワードであったりとか、もしくはワンタイムパスワードをここに入力して、あとは送信をタップしていただければ次の画面に進みます。で、このまま進むと、カード認証をリクエストしました。認証結果は Pay サービスのカード登録画面で確認してくださいと出てくるので、ここの真ん中の確認をタップしてください。 そうすると、ここに LINE の、ご自身の LINE の遠くのところにですね、LINE ウォレットからメッセージが来ております。で、実際にこれ開いたらですね、今下にも出てるようにビザ、Visa LINE Pay クレジットカード、下4桁なんちゃらなんちゃらを登録しました。このクレジットカードで獲得した LINE ポイントは LINE アカウントに付与されます。ということですので、これでやっと Visa LINE Pay クレジットカードをご自身の LINE アカウントと連携することができたということになります。まあ、やり方めちゃくちゃ簡単ですね。QR コードを読んで、その後は画面の指示に従っていって、 進むとこれで、登録が完了とということですねでちなみに、以前ですね、僕の動画のおまけのところでも少しお伝えをさせていただいたんですが、この LINEPay Visa ジットカードに関しましては、ご覧のように Apple Pay にも登録することができます。で、ちょっと登録の方法はもう、僕すでに登録しているので、もう省くんですが、実際にこのクレジットカードを登録したら、今回三井住友カードから発行がされているので、今右下に出てるような ID での決済になります。なので、Apple Pay で決済するときは、 ののンンのおなみの音が鳴りますので、ですすねね ID 決済されれるる方はこもも試してみるのいいいと思いますねで登録に関することは以上なんですけども、次に、今だけできるお得な使い方ということで、本当に今だけになるんですけども、ま、ちゃちゃっと僕も調べて、あ、この方法ならいいなと思ったので、少しだけお伝えをしていこうと思います。今回大きく二つあるんですけども、まず一つ目はこのトヨタオレットですね。これご存知の方多いと思うんですが、僕もちょくちょく動画にさせていただいたんですけども、 このトヨタが提供するスマホ決済のトヨタウォレットなんですが今ですねご覧のようなキャンペーンを行っておりますトヨタウォレット初回特典トヨタウォレット残高チャージ方法の設定でトヨタウォレット残高1000円分プレゼントというようなキャンペーンをやっております今読み上げたように初回特典なのでまだトヨタウォレット入れられてない方限定のキャンペーンとなるのでそこだけご了承くださいでざっと流れだけお伝えをしようと思うんですけどもまずトヨタウォレットのアプリをインストールしてトヨタウォレットのアカウントの 登録をします で、そこから、この Visa l i n e クレジットカードを使って500円以上初回チャージを行います。で、手数料無料って書いてるんですけども、まあ、今現在、トヨタウォレットがクレジットカードチャージ手数料無料対応中ということで、VJA オムニカード協会加盟金融機関発行ということで、まあ、簡単に言うと、まあ、三井住友カード関連のものでチャージをすると、手数料無料でチャージができるというものになってるので、まあ、これをこの Visa LinePay クレジットカードを使ってチャージをしてみましょうということになります。でですね、 僕も実際に行ってみました。もう僕はすでに登録はしてるんですけども、ここはね、お伝えをする限りはチャージをしてみようということでチャージをしてみたら、チャージをする段階でここのチャージ手数料0円というふうに出てますね。なので、もしですね、まだトヨタオレット入れられてない方は、この Visa Line Pay クレジットカードを使ってチャージするのもいいと思います。そうすると1000円の残高がゲット。これはもうトヨタオレットの残高がゲットになるので、トヨタオレットを使って ID 決済を使うのもいいですし、 もしくは、モバイルスイカにもチャージすることできるので、トヨタオレットを使ってご自身のモバイルスイカに入れることも一つの方法として捉えていただけるのもいいんじゃないかなと思います。以上が LINE Pay Visa クレジットカードを使ってトヨタオレットの残高1000円をもらう方法についてでした。今もお伝えしたように初回特典になるので、まだ入れられてない方はこの方法をぜひ試してみてください。そしたら次ですね、三井住友カード、Visa タッチ決済ご利用で漏れなく最大1000円までタダというようなキャンペーンについてお伝えをしていこうと思います。このキャンペーンなんですけども、 三井住友カードが発行するカードであれば、2020年の3月の2日から4月30日までの間に、タッチ決済、このカードを使ってタッチ決済を行ったら、1000円までタダでもらえると。もらえるというか、あのー、1000円までがタダというようなキャンペーンを行っております。でですね、このキャンペーンなんですけども、なんと、ビザ l i n e クレジットカードも対象となってるんですよね。で、一応ですね、まあ、ちょっとツイッターにもつぶやいてるんですけども、物は試しっていうふうに僕はつぶやいたので、場合によっては、 うまくこう還元がされなかったりとか反映されなかったりするっていう可能性も僕はちょっと少なからず思ってるのでもしですねこれトライする場合は自己責任でお願いしますちなみに僕はもうすでにトライしております でですね、一応、ビザのタッチ決済を行う場所なんですけども、まあ場所によってはまああんまり多くはないんですが、一応代表的なお店であれば、ローソンであったりとか、マクドナルド、あとはマ寿司とかスキヤとか、まあそういったところでタッチ決済で行うことができるので、もしですね、まあ使うとこ迷ってるなーっていうんだったら、まあコンビニ行けばとりあえずローソン。で、ファストフードであれば、まあ今ね、最近ちょっとなかなかお店の中で食べれないんですけどマクドナルドとかに行くのもいいと思います。で、最近まあマ寿司とかテイクアウトもやってるので、まあそれもそれでいいのかなと思いますね。で、この決済するとき、 なんですけどもこれ、よくコメントいただいてるんですがこのタッチ決済するときに何ていう風に言ってますかということなんですが視聴者さんによってはクレジットカードでお願いしますというときもありますし僕の場合は自分のカードを見せながらタッチ決済でお願いしますって言ったら大体なんか伝わってくれるので、まあ、とりあえずビザのって言わず普通にタッチ決済でお願いしますって言ってみるのもいいと思いますね。 はい。それでは今回お伝えしたことをまとめていこうと思うんですけども、最初にまず LINEPay のアカウントに VisaLINEPay クレジットカードをまず登録してください。そして二つ目、ApplePay。僕、iPhone ユーザーなので ApplePay に登録できるので、ApplePay 登録される方は登録したら ID 決済が使えるようになるということ。で、あとは初回の方のみなんですけども、3番目のトヨタウォレットに登録して、500円チャージをしたら1000円分の残高、t トヨタ t レットの残高をもらうことができるので、これもぜひ試してみてください。で、最後、4番目、タッチ決済のキャンペーンなんですけども、4月30日までなので、 で、もしこの動画を見られた方はなるべく早く決済にまあチャレンジするのもいいと思いますけどまあ先ほどお伝えしたように場合によってはこの日付ギリギリであったりとか反映されるのがどうなるかっていうのはちょっと僕も正直わかんないとこではあるのでもしされる際はですね自己責任でお願いしますまあそんなこんなで今回は Visa LINE ペイクレジットカードが届いてやるべき設定についてあとはキャンペーンについてお伝えをさせていただきましたまあですねこのカード届いてまだちょっといろいろですねちょっとお伝えしたいことがあるのでもう少しちょくちょ 動画にするかもしれないのでそこはちょっとご了承いただければと思いますあとはですね実際に使ってみて感じたことなどもあるのでまたまたそれもね別の動画にしたいと思いますのでまたそれぞれため楽しみにしていただければと思いますちょっと最後噛んじゃったんですけども一応今お伝えした LINE PAY VISA クレジットカードそしてトヨタオレットやタッチ決済に関するキャンペーンの公式リンクも貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今日ですね、あの、ツイッターにも呟いたんですけども、結構前に僕と同じぐらいの段階で、トヨタウレット、僕が結構最初の方に動画にした時の段階で、トヨタウレットをインストールされた方、限定になるんか、ちょっと僕もわかんないんですけども、なんとですね、500円が付与されてるんですよ。え、これなんでだろうと思って、まあ、とある方のツイートをですね、見た時に、ああ、なるほどなと思ったんですが、最初の頃に登録した方って、トヨタウレットに登録した時って500円しかもらえなかったんですよね。で 今のキャンペーンでは1000円分がもらえるということで、まあその差額分がもしかするともらえてるのかなっていう、まあ詳細は定かではないんですけども、もし早い段階でトヨタオレット入れられてる方は、すでに1000円もらってる方は入ってない場合があるかもしれないんですが、もし、 僕みたいな結構早い段階でトヨタオレット入れてる方は、プラス500円入ってるかもしれないので、ぜひですね、ご自身のトヨタオレットのアカウントを見ていただければと思います。一応ですね、もう僕はこの500円はすでにもうモバイルスイカにチャージしておりますので、まあそういった方法で、いろんな方法で使ってみるのもいいと思います。ということで、ありがとうございました。